ミユのチャンネルミヨンクブかっこ北村優。前回しずやと2人で作ってたんですけど、まあ、それぞれペースがあるだろうということで1人ずつやっていくことになっております。まあ、北村はですね今回 MA シャーシでやっておりまして、で前回 AT バンパーを作ろうとして、で全然うまいこといかなかったんで今撮っちゃったんですけど、バンパーカットやっぱしないとねダメっぽいんで、なんか今日バンパーカットからやって AT バンパーからの提灯まで作れちゃったらもうほぼ完成かなというところまで行きたいなと思います。では早速いきます。じゃあバンパー切っていきます。なんとなくもう全てイメージで作っていきます。おっしゃー、めっちゃ綺麗に切れました。切ったはいいんですけど、こっからです。これにまずブレーキつけていきます。よし、ついた。こっからだよ問題は。つくんかなこれ。これいらないな、削っちゃう。よし、と作ってたんですけど、もうこの部分当たるんで切っちゃいます。なんか動画から切っちゃうのみたいな声も聞こえそうだけど、切っても大丈夫みたいな声も聞こえてきそうな。切っちゃう。切った。問題発生。これ分かるかな。ここで合わせてつけようとすると干渉しそうなので、こいつ削んなきゃいけないかも。よし、逆、なんでこうやって逆につけちゃうんだろうね。こう削っていきます。もうちょっとでいいんだけどな。いい具合に削れた。器用かも。さあ、いよいよやってました。 AT バンパーなるところをねつけていきたいなと思います。やば、自分でできるとやっぱちょっと感動するもんですね。まだ片っぽですけど。おお、すげえ。どうですか AT の。ほら、いや、ちょっと我ながら感動するわ。まだそこですかみたいな、なんか表情。女子だったら、わあすごいみたいになってんでしょ。先に2人の見ちゃってるじゃないんだよ。やっと提灯の部分に行けるよ。きたー。これずっとやってたらやっぱ一人で。すげえ。これだー。やべ、順番間違えたわ。また取んなきゃ一から。ひらめき、ひらめいた。穴を見つけた。突破口使っといて、カイジみたいに全体的にカイジ風にお届けして俺のやつ。一部だけそういう時間で作りました。ひらめいた、穴を見つけた。突破口ザザザザザ。ちょっとやっちゃいましたかねこれ。サラビスが長いの。戻ってきた。ここにね出しとかないと提灯のがつけらんないっていうことに気づいたんで。よし、さあこっから提灯の方に取りかかるけども、そんなにうまくいくのか。干渉するよね。そうだよね、するよね。
干渉するのはしょうがないということで削ります。削っていきます。でで。こう干渉してたんでタイヤに。ではとりあえず超ツイートのですねボディに穴開けてねつけてみようかと思います。この中ねうまくいくのかいかないのかみたいなところ楽しいですねやっぱり。おうまい具合に来たんじゃないでしょうか。こんな感じで着きました。提灯の第一歩。ちょっといろいろ干渉しちゃうからいろいろ切ったりもしなきゃいけないけど、ここにこれをこうつけたらこう行くんじゃないでしょうか。どうやらこれは合ってますか。ちょっと強引につけてるけど細かなところはまたやんなきゃいけないですけど、これ切っちゃおうかな。思い切って切ろう。これダメだ当たって、ここのねサイドのこの辺が当たるんすよ。どうしてもタイヤにこの辺いっちゃおうかなと思います。本当は嫌だよ、本当は嫌だけど乗せるためにはここしかない。今の俺の力ではなんかマンタレみたいにやった。はい、干渉しない。このマシンができたら北村はちょっとねこのマシンと共に武者修行に出ようかなと思ってます。いろんなとこ行っていろんなコースを走らせてやってみたいなと思います。あれ入らない、なんで。でも長いやつやんけど、ダメなの。ここも切んなきゃダメだ。どんどんボディなくなっちゃうんじゃない。でもやってみるしかない、わかんない。挑戦するしかない。サイドここ落とそうと思います。できたっぽい、できたっぽい。これできたっぽいぞ。ちょっとやっぱ当たんな、これモーター部分に。できたよ、できたよ。まあちょっといろいろとまだまだ細かいところは改良したいんですけども、一応 AT バンパーと提灯の部分でパカパカができました。どうですかね。ちょっとあの細かくいろいろこだわるとネジの長さとかいろいろとまだやりたいんですけども、とりあえずここまでできて、ここにちょっとね提灯のあれだダンパーつけないですね。はい、というわけで北村優の2021年のマシーンがですね、まあ、一応出来上がりました。はい、車種は MA 車種にいたしまして、 AT バンパーね、はい、ここまでできるようになりました。どうですか。で、パカパカです。しっかりマスターもつけて、で後ろは、まあ、スラダンつけてるって感じですけど、なんかまあこれはこれでかっこいいんでいいかなと思います。ネオバンキッシュ MA につけました。強引に T ヒロさんの動画を参考にしてここがっつりもう来ちゃってるんで。いいですね、自分で作ったマシーンは。なんかね、これでいろいろと武者修行に出たいなと思ってますので、どこかでお会いした際は、はい、まあ、お気軽にお声かけください。というわけで北村優の2021年のマシン完成でーす。